イフ -23 イフ -23 イフ -23 は、アメリカ空軍向けに、ノースロップ、マクドネル・ダグラスが設計した試作ステルス戦闘機。アメリカ空軍の ATF 計画において、ロッキード・シャーンとの協作で開発されたものである。1990年8月27日に初飛行。1991年に、F、F-22 が、 ATF として選定されたことを受けて、量産はされなかった。ステルス性を重視した機体で、菱型の主翼に、V 字型レイアウトの尾翼が2枚のみという独特の形状をしている。第5世代ジェット戦闘機に分類されており、スーパークルーズ能力を有する。また、ミサイルを機体内の兵器庫に搭載するという計画はあった。ものの、飛行試験用の実機には、 兵器搭載が必ずしも求められていなかったため、搭載能力は付与されなかった。計画終了後、機体はアメリカ航空宇宙局に移管され、1996年までそこで保管されていた。後に NASA が IF-23 を研究に使用するため、エンジンなしでドライデン飛行研究センターに譲渡されたが、研究は行われなかった。 ATF 計画は1980年代初頭に着手され、1986年10月31日に、ロッキードワンとノースロップワンが最も有望な設計として選定された。開発はノースロップ社に加え、選定で敗れたマクドネル・ダグラス社が加わり、進められた。なお、ノースロップ社は、その当初から、 一切の試作機の写真やイメージ図などのビジュアル情報の発表を拒否し、姿が大やけになるのは初飛行の時になるだろうと断言するなど、徹底して IF-23 の機密保持を行った。試作機はパブとも呼ばれ、パブ -1 は1989年に製造され、1990年6月22日にノースロップシャパームデール工場から陸路で、 エドワーズ空軍基地に輸送され、初めて記者団にその姿を現した。翌日の8月27日には、初飛行に成功するが、左主脚のドアにズレが生じていることを、随伴機パイロットが確認したため、予定されていた高度、速度を出すことなく50分間の飛行を終えた。2号機であるパブマイナスには、同年10月26日に初飛行を成功させている。 初飛行成功後は、IF-23A の1号機に、プラットホイットニー社の IF-119PW-100、ターボファンエンジンが、2号機には、ゼネラルエレクトリック社の IF-120GE-100 がそれぞれ搭載され、機体とエンジンの選定が開始された。なお、評価は1991年4月23日に、下され、ロッキード社の イフ -22 とブラッドホイットニー社のイフ 119PW-100 が ATF として選定された。詳細な結果は公表されていないもののイフ -23 は競争相手よりも高速で燃料搭載量も多くステルス性も高かったとしばしば言われている。しかしアメリカ空軍は生産と整備の容易さ、汎用性の高さや 機動性、操作性を重視し、水力に劣る IF-119PW-100 を搭載エンジンに採用したためにより自重の小さい機体を採用する必要があったことから、より小型で保守的な設計に仕上がった IF-22 を選んだと言われている。空中給油試験を行う IF-23、初言性のオブ ABC 空自 F-2。 後継、F、if-23 は、アリアナシや f-22 に、本当は、勝っていた幻のステルス戦闘機乗り物ニュース2018年5月13日、黒ゴケグモのこと。スーとあるのは、ノースロップの夜間戦闘機 p-61 の、相性が、初代ブラックウィドウであったためで、その日世という意味もある黒に近い灰色。 または黒く塗装された機体灰色に塗装された機体。ただし現在は、国立アメリカ空軍博物館のパブマイナス1に、グレーゴースト、西部航空博物館のパブマイナス2に、スパイダーが、それぞれ、前足ドアの内側に記されている。尾翼の機体ナンバーとカラーリングは一致しているため、前足ドアの相性の記載が入れ替わっているが、理由は不明。 このために2号機のパブ -2 を修正したディスプレイモデルを製作していたクアドレにあるディフェンスレビューレポートザ2018ボンバーイッツフレンズありがとうございます